皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は11月22日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。父親に話せないこと、母親に話せないこと、軍隊のこと、死ぬかもしれないこと。六郎は決してアホの子じゃないんだ。両親にも悲しませたくないから言わずに来たんだ。だから姉やんのところに来た。姉やんなら話せるから。かつて二人だけの秘密を共有した兄弟だから。ツヤさんが今までたくさん梅吉の手を叩いてたシーンの意味が、今日のツヤさんの気持ちも含めて手を優しく握る梅吉に込められていた。辛いね。重みに押しつぶされそうだよ。鈴子が香川で自分の出生の秘密を知った時、六郎は優しく抱きしめてくれたよね。それで鈴子はすごく楽になったはず。今日の法要はそのお返しになったんじゃないかな。六郎もつやさんも欲望をあらわにする衆なんだな。欲望からの本音だから合理的じゃないし、醜いし、どうしようもない。とても人間らしくていじらしい。人生の最後に向かう六郎やつやさんにとって、それを打ち明けられる相手がいるのはちょっとだけ救われることだな。かわいそうな六郎、死の意味もその瞬間もちゃんと想像して恐怖を抱えた上で行くんだ。みんなが子供みたいに素直だと思ってたけど、気づかせない思いやりも隠して笑う強さもしっかり持っている。挨拶回りじゃなくて鈴子のところにはその思いを吐き出しに来たんだね。それでも最後は振り向かずに行く。鈴子もここで母に会いに行きたい気持ちへ嘘をつくんだな。そして歌うのがダイナ。母親には弱い姿を見せなかった六郎、究極のエゴイストであることを子供に見せなかったツヤ、舞台裏での涙を客には一切見せなかった鈴子、似た者親子ですね。回想にもセリフにも出てこなかったけど、歌手としてもっと大きくなりたいと舞台に立った鈴子の先には、大和さんも浮かんでたんじゃなかろうか。歌劇団を辞めることになり天国へ旅立った偉大な先輩の分もお客様に生きる力を与える。きっと大和さんも拍手してくれているはず。今日六郎の本心を鈴子に聞かせることで、昨日の放送回での六郎は恐怖心や不安を抑え込んで母への気遣いを優先したことが分かった。だからこそ彼の笑顔が今日は痛いほど刺さる。六郎は本当に賢くて優しい子。六郎を演じる黒崎功大さんの芝居の体温、実在感、揺らぎながらも揺るがないバランスと芯、素晴らしいな。姉やんの布団に入り込む時の子供っぽさは全くいやらしくなく、完全に弟の素振りだし、旅立つ時の背中は立派な青年だった。これが正しい選択なのかは鈴子以外は誰にも決められないことだけど、ここで顔を伏せる新演出家の隣で、ありがとうありがとうねと頭を下げる唐島さんを嫌いになれないのよね。残って歌うならいつもよりいいものをと笑顔で迫る羽鳥先生に震えたけれど、ステージで誰よりも心配そうに鈴子を見守るのも
羽鳥先生だった。羽鳥先生の方が気持ち穏やかならず、鈴子には舞台に立つものならこういう時こそ平常心でいるべきと伝え諭したけれど、その本人が圧巻の演技をする鈴子に平常心ではいられなかった。ついに羽鳥先生が彼女を仰ぎ見ていた。お客様に日常を見せたくないという思いもあったんだろうな。母の危篤も弟の出生も鈴子の日常であり、厳しいけど見に来てくれるお客様には関係のないものなんだよね。だからこそそんなことはお首にも出さず舞台を務める。本当は鈴子ではなく鈴子になりたかっただろうに。絹さん目線で見るとつやさんは最高の母親とは言えないかもしれないけど、梅吉と鈴子と六郎にとっては紛れもなく最高のお母ちゃんなんだよ。揺るがない。鈴子と同い年の長男を亡くしていることもあって、梅吉さんとつやさんは精神的に幼くて無邪気な六郎を傷つけないように大切に育ててきたんだろうな。戦争はその六郎を二人から取り上げて人間を傷つけるためだけの場所に連れていくのか。武田さんも自分の心をごまかしごまかし生きているんだと思う。自分の定義にみんなが従うことで自分を正当化しながら、戦場に息子がいるなんて非日常を武田さんも生きている。武田さん、親の死に目にうんぬん言ったけど、羽鳥くんがもっと酷なこと言うから申し訳なくなってきたという顔を一瞬見せるところが演出の細かさですね。武田さんの口癖だと思うんですね。きっと本心ではないことを言葉にしなければいけないときについ言ってしまう癖なんだろうな。戦時中における角の立たない行動や言葉、理不尽なことだらけの中で己の心を封じるとき、武田さんはこれが今のベストだと思うんですね。という意味でこの言葉を口にするんだと思うんですね。美しいものだけを描くのではなく、つやさんの母親としてのわがままな愛情もしっかりと見せる。鈴子たちが自分の本心に嘘をつく展開だけど、脚本だけは美しいほどに正直なんだな。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。